立命館大学珠算部部長の大久保佳林です。本日はフラッシュ暗算を披露させていただきます。フラッシュ暗算とはフラッシュ式に出てきた数字を足して計算するものです。例として1台解いてもらいます。ではお願いします。今の答えは8241です。はい、正解です。本日は3人それぞれ別の問題を解きます。では始めます。私たちの計算の合計は3150299になりました。無事正解することができました。3150299には最高の福来るという意味が込められています。コロナ禍で大変なことも多いと思いますが、先輩の皆様のこれからの新生活に大きな幸福が来ることを願っています。先輩の皆様、ご卒業おめでとうございます。